スナックパイン。このスナックパインはね、素手でちぎって食べれるそうですが、それでは早速食べてみましょう。結構硬いですね。素手でちぎれるんじゃないの？ちょっと厳しいか。こんなになっちゃった。こういうことね。バキッと2つに割れるんじゃないですね。中の芯がね、結構硬いです。でもこんな感じで取れるんですね。真っ二つにバリッと取れるんかも。そんなことないんですね。それにしてもね、パイナップルのすごくいい香りがします。ではいただきます。うまっ。すごくうまいですよ。言っちゃ悪いですけどね、ココナッツの火じゃないですね、このうまさ。うま、ほんまうまい。これね、カニじゃないですけどね、この食べるのにね、没頭しちゃうほどうまい。ほんとうまいですね。このうまさ感動的ですね。こんな感じでね、1ブロックずつ簡単に取れます。ほんま、うますぎて止まらへんですね。めちゃくちゃ美味しかったです。これね、ちぎって食べれるのが面白い台かなと思ってたんですけどね、本当に美味しいです。そんな感じで今回はスナックパインでした。大成 TV、 大成 TV 登録してね。